はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロシア最大の石油精製所で爆発。ロシアのオムスク石油精製所で AVT11 一次石油処理ユニットが爆発しました。火災面積は1000平方メートルです。現場では15の消防隊が活動しています。企業は避難していません。オムスク石油精製所はロシア最大の石油精製所です。年間の石油生産能力は2000万トン以上で、従業員数は3500人を超えています。昨年同精製所は507万トンの自動車用ガソリン、ロシア連邦の生産量の 11.5%、 810万トンのディーゼル燃料 9.2%、 163万トンのジェット燃料 15% を生産しました。オムスク製油所で爆発が発生し、火災が発生した。地元住民によると、火災の前に大きな爆発音が聞こえ、家が揺れ、窓がガタガタとなったという。火災は石油をさらに処理するために分流する目的で設計された AVT11 ユニットから発生している。このように報道されております。オムスクはロシア中南部の都市です。ロシアの中国向け石油パイプラインは、ロシア南部、ロシア西部などからのいくつものパイプラインがロシア中南部のオムスクに集結しています。そしてオムスクから東へトムスクを通り、イルクーツクまで伸びています。そしてイルクーツクから先は鉄道で中国の大京に運ばれていると見られます。ですので、オムスクは中国に輸送される石油パイプラインにとって非常に重要な拠点となっております。オムスクとトムスクのパイプラインが閉鎖されれば、中国に向かうパイプラインは西シベリアから完全に遮断される可能性があります。さらに最近、ロシアの鉄道はベアリング不足ということに直面しておりまして、シベリア鉄道には問題が起きていると見られています。これらのことから、今回のオムスク製油所での爆発は、1点目、ロシアの石油精製に打撃になる可能性、2点目、ロシアにとって重要な中国への石油輸送が打撃を受けた可能性、こうしたですね、ロシア経済にとって非常に重要なボトルネックが打撃を受けた可能性を示唆しています。今のタイミングでこうした問題が発生したというのはですね、プーチン政権によります大義も正義もないウクライナ侵略とは無関係ではないように見えます。他方で、ウクライナ側によるロシアの石油施設などへのドローン攻勢は続いておりまして、さらに今後強まることが予想されます。ウクライナは新型のミサイルドローンの開発に成功したと見られまして、今後ロシア各地の石油ガス施設、ロシア軍の軍事拠点などへの攻勢を加速させると見られます。そしてウクライナは今後ロシアの空軍基地20カ所を攻撃する可能性があります。ウクライナのゼレンスキー大統領は8月24日、ウクライナ軍がミサイルドローンパラニッツァと呼ばれる新しい兵器システムを使用したと発表しました。極秘のウクライナの長距離ハイブリッド無人機ミサイルドローンパラニツヤは、ロシアのボロネジ州オストゴロシクのロシア軍の大規模な弾薬庫を攻撃し、大爆発が起きたと報道されておりました。止まらない爆発、巨大な煙、ウクライナの凄まじい攻撃で燃え続けるロシアの弾薬庫。ウクライナがロシア南部にある弾薬庫を爆破し、その被害の大きさを示しているとみられる写真や動画がソーシャルメディア上に出回っている。ワートランスレイテッドは8月24日、ロシアのボロネジ州オストロゴシスクの町が複数のドローンによる攻撃を受けたと X に投稿した。ロシアのボロネジ州のアレクサンドル・グセフ知事が24日に述べたところによると、ロシア空軍が数機のドローンを撃墜し、その際に落下した破片によって火災と爆発物の爆発が生じた。ロシアのテレグラムチャンネルアストラは24日、オストロゴシスクの施設にあった弾薬は攻撃後も8時間にわたって爆発し続けていると報じた。このように報道されております。ミサイルドローンパラニツヤはミサイル要素を備えているため、標準的な無人機よりもはるかに高速で移動でき、撃墜しにくく、約 150km から約 300km の距離を飛行すると見られています。パラニツヤの弾頭の重量は分かっておりませんが、通常このようなミサイルドローンのような無人機の弾頭は約 30kg から約 50kg と言われております。ですので、パラニツヤはですね、今までウクライナ軍がロシア本土のロシア軍の軍事施設などを攻撃していたドローンよりも
かなり強力である可能性があります。新兵器パラニチアはターボジェットエンジンを搭載していることが説明されており、無人機というよりは巡航ミサイルに近い構造と見られています。ですので新兵器パラニチアの設計を見る限りは事実上の小型巡航ミサイルであるという指摘もあります。このパラニチアはウクライナが約1年半前に開発に着手したと報道されておりまして、パラニチアが完成したことでロシア本土の約20カ所の軍用飛行場が射程圏内にあると見られています。ゼレンスキー大統領は生産数も現在実戦で活躍中の長距離攻撃用ドローンの生産数に追いつくとしています。ではパラニチアはどのくらい生産される可能性があるのでしょうか。ウクライナは7月長距離ドローン少なくとも524機をロシアに発射していると報道されております。そしてウクライナのオレクサンドル・カミシン戦略産業省は昨年12月2024年に射程数百キロメートルの攻撃ドローンを1万機生産することを目標にしていると述べていました。月およそ約830機ということになります。7月に発射が確認されているウクライナ軍の長距離ドローン少なくとも524機という数と、カミシン戦略産業省が述べている長距離ドローンの生産目標月およそ830機という数は整合性があるように見えます。こうしたことからウクライナは長距離ドローンを月約600機から約700機ほど生産している可能性があります。このことから今後パラニチアも月約600機から約700機程度生産できる可能性があります。つまり今後ロシア本土のロシア軍空軍基地軍用飛行場などにウクライナ軍の事実上の小型巡航ミサイルと見られるパラニチアが最大で月に約600発から約700発程度発射される可能性があるということになります。これはロシアプーチン政権ロシア軍にとって大きな脅威になる可能性があります。これらのことから今後ロシア本土の約20カ所のロシア軍の空軍基地軍用飛行場へのパラニチアによる攻勢は時間の問題である可能性があります。ウクライナ側としては今まで使用してきたドローンで飽和攻撃を仕掛けロシア軍の防空部隊が迎撃している中、そこにさらにパラニチアを加えてですね攻撃をするというような作戦を行う可能性が考えられます。ロシア軍は現状ウクライナ侵略の前線に防空システムの多くを配備し損失を出しており、そのためロシア本土の防空システムが不足している情勢に直面していると見られまして、こうなってしまいますとロシア軍としてはパラニチアを中心とした飽和攻撃ということに対処のしようがない可能性があります。ですので今後ロシア空軍は航空機というよりですね空軍基地や軍用飛行場そのものに大きな打撃を被る可能性が考えられます。飛行場が打撃を受けますと戦闘機の発着などにも支障が出てきますので、ロシア空軍の戦闘機の稼働率は低下する可能性があります。こうした中他方ロシア軍はウクライナ軍のロシアクルスク州への進撃にも苦戦しております。そしてロシアプーチン政権はウクライナ軍が制圧したロシアクルスク州内の一部地域約1200平方キロメートルと報道されておりますが、この面積を奪還するのが非常に難しい情勢に直面している可能性があります。ウクライナ軍は8月6日にロシアクルスク州への越境攻撃を始め、本日8月27日で3週間が経ちました。ウクライナ軍がロシアクルスク州への進撃を始めた当初は数日でロシア軍に撃退されるのではないかという見方が主流でありましたけれども、そうした見方は外れまして、やはり長期戦の様相を呈しております。ロシアプーチン政権ロシア軍は3週間前からロシアのクルスク州の一部を制圧しているウクライナ軍を撃退することができず、兵員不足の深刻さを露呈しております。アメリカ当局者によりますと適切な訓練を受けた兵士が2万人以上いなければウクライナが制圧した地域の奪還は難しいとの見通しを示しています。そしてロシア軍がウクライナの前線からウクライナを侵略する部隊の一部をクルスク方面に応援に回らせた後も奪還には至っていません。さらにイギリスとウクライナの情報機関によればロシアは現在少なくとも毎月2万5000人の兵士を採用しているが、
戦闘経験のある者はほとんどいないと報道されております。フォーブスの報道によりますと、ロシア軍は計25個ほどの連隊や旅団の部隊からなる兵力でウクライナ側のクルスク州への進撃を抑え込もうとしていると報道されております。ただこの兵員の多くはロシアの政権寄りのチェチェンの人々やまともな訓練を受けていない若年の徴集兵が占めると報道されております。そしてロシア軍側はウクライナ東部に展開する部隊をほぼ動かさず、クルスク州への増援は主に練度の低い若年の徴集兵を当てていると見られています。つまりロシア軍はクルスク方面に増援は送っているものの、練度の低いまともな訓練を受けていない若年の徴集兵を中心に送っていると見られます。対してウクライナ軍は5個機械化旅団、3個空中強襲旅団、数個独立大隊、そしてそれを支援するドローン部隊や砲兵部隊、偵察部隊、特殊部隊という総勢1万5000人近くとも言われる構成と見られています。こうなってまいりますと、ロシア軍側がいくら2万人以上の兵力を集めたとしましても、その2万人の兵士がですね、まともな訓練を受けていないということになってまいりますと、これではウクライナ軍に制圧されたクルスク州の一部地域の奪還をすることは厳しいと考えられます。つまり戦車や装甲車不足に直面し、まともな訓練も受けていない若年の徴集兵が多くいるロシア軍部隊と、機械化旅団、空中強襲旅団、特殊部隊などがいるウクライナ軍部隊では、いくらロシア軍が2万人以上の兵士を集めても、ロシア軍の若年の徴集兵の犠牲が増えるだけだと考えられます。これではウクライナ軍の進撃の速度を鈍化させることはできても、ウクライナ軍が制圧した地域を奪還するというのは厳しいように見えます。そしてウクライナ軍がロシアクルスク州内の制圧地域で長く駐留すればするほど、ウクライナ軍は塹壕を築き、防衛線を構築し、防御体制を固め、ロシア軍としてはさらに奪還が難しくなっていくと考えられます。そうなってまいりますと、ロシア国内の右派などからのプーチン政権の不満はさらに高まっていくと考えられます。つまりプーチン政権が本気でロシアクルスク州の奪還作戦を行うとするなら、ロシア軍はいずれウクライナ東部に侵攻している主力部隊をクルスク方面に転用配備せざるを得ないと考えられます。しかしそうなりますと、ウクライナ東部でのパワーバランスが崩れ、ウクライナ軍が東部で押し返す可能性も考えられます。ロシアプーチン政権は非常に難しい判断を迫られているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。